はい、山田さん、見えにくいと思いますけども、バンディカムの使い方をね、ちょっと録画しております。画面のキャプチャーをするソフトを説明するときに、画面のキャプチャーソフトが使えないんで、今ね、デジカメでパソコンの画面を撮ってるんで、ちょっと画像が悪いですけども、ここに、バンディカムのソフトが入ってます。ここにね。ここです。ここに、赤い丸に白い丸で囲ったようなのがありますんで、ここをクリックして、こうやってね、ソフトを立ち上げますね。はい。これで今立ち上がった状態です。で、次にやる作業は、左上の、この、ね、ここ。ここですよ。ここ。画面に、上下の矢印が斜めに刺さってるところをクリックします。そうするとね、画面指定ができるんですよ。これ見えます?画面指定。今横に動いてますけども、この画面指定で、カーソルをドラッグしていくとね、大きさがこうやって変えられるんですよね。ちょっと見えにくいと思いますんで、こっちの相場解説、これちょっと下に落としますね。これもちょっと下に落として、相場解説の画面の上に重ねますね。ほら、今四角が被ってるでしょ?この四角の内側が録画されるってことです。で、上下の比率も変えれますし、こういう風にね、範囲変えていきますんで、この枠内をね、枠外をドラッグして、こうやって大きさを変えていってください。で、今度は、この右上にですね、レックってボタンがありますから、これを押すと、キャプチャー開始になります。これは無料版なんで10分以内の録画しかできませんけども、これを押すとキャプチャー開始ということで、ここにカウンターが回ります。今1秒2秒って上がってますけども、だいたい10分弱でこれ自動的に切れますんで、10分以内に、終わることになります。で、こちらにね、もう一回同じところを押すと、これは停止ボタンになりますんで、もう一回押して停止になると、これで録画完了ということですね。で、録画した内容っていうのは、あと、ここにショートカットっていうのがあるんですけども、ショートカットじゃない、パソコンっていうのがあるんですけど、PC、コンピューター。で、ドキュメントの中のバンディカムっていうフォルダに自動的に入ってますんで、この中から、このバンディカムで今撮ったやつをね、探すといいと思います。日付とかも入ってます。時間も入ってますんで、間違いないと思いますけども、ちょっと開いてみますね。はい、今録画したのがこれです。ね、これをいつも相場解説の時に、使ってるわけなんですよね。はい、じゃあ以上です。また分かんなかったらメッセージください。分かりにくいと思いますんで、すいません。